結構広いんじゃないか。鉄を求めに来たんだけど、想像以上になんか大きい洞窟に来ちゃったかもしれない。まあいいことなんだけど、ちょっと鉄取ってこの下行ってみようか。今経験値がね、見てもらったら分かると思うんですけど、現在32なんですよ。まあ裏作業で経験値集めて、かつちょっとエンチャント本とかね、まあの素材というかサトウキビとか集めたりしてたんですけど、一応まあチェストの中にあったりとか植えてたりするので、もうだいぶできてはいるんですけど、金床作って、まあ、エンチャント本を武器につけたいんですよね。だからそのために鉄ブロック3つかなんかいるんだよね。だから3つだと、まあ、もうちょっと鉄が必要かなと思って、今鉄やるために洞窟探してたんですけど、そしたらなんかちょっと深そうなところ見つけたから、ワンチャンダイヤとかあるんでないではござらんか。行ってみよう。はい、私はもうダイヤしか頭にございません。まあもちろん鉄もねちゃんと取りつつ、まあ鉄はすぐ集まるんだけど、ほら広いんだよね結構。あった、ごめんなさい、めっちゃ大きな音出た、ごめんなさい、すいませんすいません。あった、ダイヤ、よーし。いや久々にダイヤ、危ない、いつぶりってか、ちょっと待って、この下マグマじゃない？待って、ちょっと待ってね、取るぞ、はい、よし、危ない、よし、やったー、ちょっと危なかったけど、6個、あれ、燃えた？あ、違うか、6個ぐらいだったか、確か、よしよしよし、6個でも十分、いや、まだ十分と思っちゃいけない、ここはある、今回は僕来てる気がする。一個だ、なんかね、一個ダイヤ来ると、結構、ほらーよし、一個ダイヤ来るとね、連続で来るんですよ、僕。来ないとき全く来ないんだけど。ほら、すごいよ、見て、エチテンくん、すごいよ、うわー、待って。一個、まだあるでしょ、二個。でここにもある、なんでこんな、なんかいびつな形してるかわかんないけど、あ、ダイヤブロックできるマークだ。ってことは ?9 個?やった。まだある、絶対まだあるよ。越前くん、まだある。ダイヤ、もう最高、やったー、待って、今回ダイヤばっかだわ、素晴らしい。待って、ここももしかしたら、あれだよね。マグマの可能性、あると思います。しかし、臆することなかれ。すぐ取ればいいのだよ。3個かな ?3 個。いいよ、まあ、全然いいです。あるだけで私は、幸せ、ふかいいでござる。え?待って、これ、何これ?何このダイヤ地帯。1個 ?2 個 ?3 個?え ?4 個の5個!やばい!これ、ダイヤ装備いけるのでは?これ今回本格的に鬼狩りいけるのでは?待って、これ神回か?テンションが上がっております。トライアングルさん、非常にテンションが上がっております。嬉しい。いろいろ探したけど、もう十分でしょ。ダイヤが17個!やばい、テンションがやばい。よし、じゃあ、ダイヤモンド。あれ、他ダイヤモンド使うのなかった?装備だよね。基本は装備に使っちゃって大丈夫だよね。とりあえずまあレギンスとこの2つつけとこうか。やったー、やった、ダイヤモンド装備きたー、嬉しい。頭つけてない、ちょっと待って、頭つくって、まあ鉄だけどね。でダイヤ装備に、あ、でもどうなんだろう、まだエンチャントはまず日輪刀かな。じゃあちょっとエンチャントやっちゃいましょうか。ラピス取って、じゃあ行こうか。行きます。さあ、まず確定で1個はいいのあったよね、確か。で、あれ?変わってる!あれ?あれ変わるんだっけ?まあいいや、じゃあこれにつけて、もう1個やろう、もう1個。サイの来てくれ、来い!どうだ?効率強化2。水中歩行、あー、いや、水中呼吸がいいから歩行は別にいらないことはないけど、あー、ダメだね。ちょっと本集めよう、もうちょっと本集めよう。ちょ
とあれだね、あの牛さんそろそろ繁殖というかさせないといけない気はする。ちょっと皮がないというかないから2匹連れてきて小麦で繁殖させてっていうことも、まあ裏でやるかこの動画中にやるかわかんないんですけど、ちょっとやりたいと思います。ということでじゃあ行こうか。頼むよ頼むよ。何が来るかな。貫通虫特攻、はい、ダメージ軽減さん来たー。よっしゃ、これは最高。高速走、あーそれはいいけどダメージ軽減はいいでしょ。これ防具につけようよ。よしよしよし。で次はこっちはできないか。効率強化1、貫通、水中採掘、あーこれも欲しいか。いやでもいい、これはいいか別に。いやでも、あちょっと待って、一応まあこれだけやっとこうか。使っといてダメージ軽減3はいいじゃん。えちょっと待って、一応武器でちょっと見よう何が入ってるか。ダメージ増加、アンデッド特攻、ハイダ、そうこのハイダメージもなんか日輪刀では強いんじゃないのかなって思ってるんですけど、このね、あの無一郎くんのとかそのまあハイダメージ多いじゃないですか。それダメージ増えるんだったら強いなって思うんだけど、どうなんだろう。いやでもダメージ軽減は欲しかった。やったこれは。よし、あとはあれか、金床でいいのかな多分。ちょっと日輪刀作ろうか。今鉄焼いてるのでその間に日輪刀1個何が出るかなということで、できれば霞が出てきてほしい。さあ来い。どうだ。月の呼吸。嘘。あ、鬼じゃなくても出るのこれ。よっ、いいのではこれ。これもエンチャントかけちゃっていいじゃん。まあもちろんうずいさんの刀に一番つけたいけど、うずいさんゲットするまではこれでいいよね。やった。嘘、これ近くにいるって海賀くん。どこだ。うわっ、うわっ、びっくりした。善逸じゃん。あーいた、善逸。この近くに海賀くんいれば善逸と一緒に戦えるわ。いるかな。やばい、タイマー。うわっ、あーびっくりした、あーびっくりした、あーびっくりした。ちょっと待って、本当にびっくりした。待って待って、いけ、どうだどうだ、倒せるか。いけ、よっしゃ、倒せ倒せ、倒せたんじゃない、倒せた、倒した、よし。ちょっと待って、今消えた。ちょっと待って、今ちょっと待って、善逸くん、今ねえねえ、ちょっと待って善逸くん、今、あ、勝たない、よかった、取ってた、びっくりした。善逸くん、善逸の炎イカツチの神で消えたと思った。勝った。いやでも倒したの多分善逸扱いになってたな今。いやー、最後決めたかったけど、まあでもちょっと一人の力ではないんだけど、でも初めて上限倒した。ちょっとピクピクする、ピクピクする、気分はいいからいける。やった、海賀くん、この日輪刀、まああの鬼にならないと、まあ普段の善逸の日輪刀なんですけどね。いやでもこれ足速くなるの嬉しいな。やばー、かっこいい。いやもう日輪刀がかっこいいんだよな。まあでもこれは飾っとこう。よーし、海賀くん撃破。まあ僕一人のあれじゃないんだけどね。でもそれでも一応戦って倒したし、まあでも本当は自分一人で勝てるようになっていこう。いやでも月の呼吸が、ま、あ待って、これ今のうちに月の呼吸あれだ、増やしとかないと。増やしといて、で、金床で、その月の呼吸同士を合わせることによって耐久値が復活するんですよね。修繕つけなくても最悪。イグロさん、待って、イグロさんとも戦いたい。イグロさんに勝てば、そうね、カブラマルゲットできるかも。いけろ！痛い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 ！ごめんなさい、ごめんなさい、すいませんでした。やばい、待って。まずいな。
よし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 、ちゃんと相手を呼んで、あ、痛い、やばい、はい、痛い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 、待って、ごめんなさい、すいませんでした、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっとだけ待って、お願いします、やばい、走れ、アップで、倒せ、どうだ、倒そう、まだまだですか、まだか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 、まだか、まだか、ちょっと待って、おつけ、痛い、どうだ、まだまだか、まだか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 、まだだ、やばい、やっぶ、痛い、あ、やった、倒した、倒したけども、あー、月の呼吸でも、うーん、カブラマル出ない、消しちゃったかな、カブラマル、日輪刀は出るんだけどな、多分難易度、入手難易度とかあるんだろうな、いやでも柱に勝てるようになってきたぞ、オッケーオッケーオッケー、よーし、あー楽しい、まず鉄ブロックたく3個かな、3個ゲットしての、金床か、あった、これだ、よし、これで金床できた、あ、でもいい感じのなんか、ハマり具合よ、ここ。いいよ、いいよ。で、ここで、エンチャント本か。で、ダメージ軽減と、それと僕の脱ぎたてほやほやのチェスト。ダイヤモンドのチェストに、これと、ダメージ軽減。きたー！ダメージ軽減 3！ いや、これでいいよね。これで、つければ、やったー、エンチャントダメージ軽減さん、嬉しいさん、じゃあこれで月の呼吸も作っちゃって2個で、それで金床用意にしとけばいいよね、持って持ったら全て月の呼吸になるので、これでもし、消費したとしてもこれで回復させることできるもんね、オッケー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 、よし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 、何個か複製しとこう、月の呼吸はある、ある分だけって言うとちょっと冷めちゃうけど、修繕用としてね取っとくので、月の呼吸これをずっと使うとして、まあ可能だ、名前つけたいね、名前もつけて、あ、てかしまった、これ名前つけるの忘れてた、まあまあいいでしょう、で今後月の呼吸を結構使っていくので、月の呼吸のに名前をつけたりとか、あー楽しい、いや今回かなり進んだんじゃない？やばい、楽しみ。今後、ちょっと、本格的に、海学倒したので、その、まあ、より1シリーズみたいな、まあ、より1シリーズみたいな感じでね、その、ガンガン倒していくっていうよりかは、まあ、柱も倒しつつ、うずいさんの日輪とゲットしたりとか、あと、上限にガンガン挑んでいこうかなと思います。まあ、別にこの、なんだろう、1パートに1人絶対倒すとかではないですけどね、その、ある程度揃えたら、まあちょっとずつ戦っていこうかなと。なので次は牛太郎ですかね。牛太郎あたりをちょっと狙ってやっていきたいと思います。じゃあお疲れ様でした。バイバーイ。